はい、今日も帰宅後ですね、筋トレを行いました。今日はスクワットのみですね。ただ回数をいつもなら10回6セットなんですけども、今日は7セット行いました。たった1セット増やしただけかよというツッコミはあるんですけれども、自分としてはもう6セットくらいでヘトヘトだったんですけど、まあその後十分休んでですね、7セット目行いましたら、もうやっぱり休むとですね、まあその筋力が回復するといいますか、息も整いますし、7セット終わった頃には、終わって休んでいる頃にはですね、8セットできるんじゃないかと思ったんですけど、まあ、ただ5セット目あたりからですかね、やっぱり怪我をした場所、古傷がちょっとうずき出してきたので、様子を見ながら今日は7セットぐらいでやめておきました。多分痛みがなかったら、8セットはできたとは思うんですけど、まあ、そこで無理しても、仕方ありませんのでね、怪我をしてしまったら運動できなくなってしまいますので、で重さは前回に引き続き 31.5kg ですね。で握力、今の私の握力ではですね、まあ、これが、まあ、限界と言いますかね、まあ、限界よりちょっと手前と言いますか、まあまあ適当な重量かなと、まあ、この上にはまだ41キロまでありまして、単純にワンプレート増やせば36キロ片側ですねになるので、まあ、そこまでは近々行きたいなと思うんですけど、握力ですね、前腕の筋肉、もう少し、まあ、ダンベルアームカールをしたりですね、いろいろちょっと握力対策していかないとダメだと思いますし、まあ、あとは、そのリストバンドといいますか、アシストのバンドですね、まあ、それを使えばいいのかもしれませんけど、でも今日やっぱりその支えられない位置でですね、こう重りを保持できないと言いますか、やっぱりどんどんこうすねの前に近づいてきてしまって、で結果的にこうつま先立ち、まあ、これ極端ですけどもね、になってしまって、できるならですね、やっぱりこう膝がちょっとやっぱり曲がってる感じがするんですよね。なのでなるべく膝関節っていうよりかは股関節、ヒップヒンジっていうやつですね、をして、まあ、膝に優しく、そして太もも、そしてもも裏ですね、それをちょっと刺激を与えていきたいところなんですけど、まあそうなるとちょっとダンベルでは今の私のやり方だと限界があるなというところでですね、まあでもなかなか試す、そうですね、まあ、言い訳になっちゃうんですけどね、ここからね、これ以上言うと、まあ、空き時間で見つけていろいろ勉強して、まあ、それを、まあ、次のトレーニング時に試してみるっていうのもあると思うんですけど、やっぱりこう筋肉痛を感じるとか、まあ、あとは筋肥大っていうか少しこう張ってくる感覚は毎回、ありますので、どうしてもそこへ逃げてしまう、悪い言い方をしてしまうと逃げてしまう、まあ良い言い方するとそこを目指してしまうというかですね、まあきつい、筋トレ自体はきついことなんですけど、なんていうんですかね、その下調べだったりいろいろこう試行錯誤だったりで、あと運動の仕方とかですね、結構注意をしたり、頭も、まあ、ある程度は働かないといけませんので、まあ、そこはちょっとある意味、まあ、逃げと言いますかね、安気に流れてる感じは、まあ、否めないんですけど、はい、ということで体重の方はなんかちょっと停滞気味ですね、なんかこのまままだ暑いですし、その新陳代謝と言いますかね、汗もよくかいて、
まあ、1、2キロくらいはさらにこうどんどん減っていくのかなと思ったんですけど、本当に500グラム単位でしか、なんかそれを行ったり来たりみたいな感じでちょっともどかしいんですけど、食事に関してはそんなに暴飲暴食はもちろん、そんなにしていませんし、まあ、ちょっとその脂質型とかですね、まあ、少し、まあ、カロリーはその中でも1日のカロリー摂取の中には収めているつもりなんですけど、まあ、そういった意味では、まあ、ちょっと乱れはあった時もあるんですけど、まあ、全体的にそのどか食いをするとかっていうことはないので、これがいい停滞期であってほしいんですけどもね、まあ、あと、まあ、数週間ぐらい持ちこたえれると思うんですけど、はい、続けていきたいと思います。はい、ということで以上。